マジで？ OK。 おや？万国商会に助けを求めに来たのですか？もしや音楽観察にモラを？それならよかったです。来て早々財産を全て失うことにならないよう気をつけてくださいね。イケボ、最近紹介で困ってることはないか？困ってること、至るところに困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていけました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよな。はい、高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。マジで？なんで？消化骨髄？その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーユエから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。そういう状況って独占って言うんだよな。お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴とどろくこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。 Interesting。 そんなひどいことが、そんなんじゃ生きていけないだろう。お前はどう思う？ That sounds like a fishy character。 あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか？何か情報を聞き出せないか、オイラたちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。All right。 わかった。 10% オフですよ。 Merchant selling crystal marrow. This is interesting. I like how the first thing that we got in Inazuma was like a quest to just fix someone else's problem. I mean, it's not bad, but it's still, you know, looking at Mondstadt and Liyue is just two different things.Speaking of which, I don't even remember what we did in Liyue exactly. Oh, we just got there and like the dragon died. Okay, okay. I think it was that?
Was it? I don't remember. Wait, I think, yeah, it was, it was, it was. Okay. おや、見ない顔だが、新入りか？自分で自分のことを顔役っていうやつがいるかよ。俺を騙そうったって100年早い。いえよ、何しに来た？あっち行った！そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか？企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのに、なぜ値段のことを？ほうほう、さてはわかったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。そうだな。 God damn it, man. Oh, ma. おや、もう帰ってきたのか。問題は解決したのかい？うーん、それがちょっと困ったことに。あ、いいよ、できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え？あいつも昔は万国商会の一員だったのか？じゃあ、あいつも外国人？彼の髪の色と目の色には気づいたかい？そう、ベルナーはモンド出身で、リーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだった、もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてる。え、もういいのか？どうやら切り込む隙を見つけたようだね。 Alright, well, I guess Sora knows I don't know anything. Not gonna lie, I was lost there. I was lost. 何しに来たんだ？確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。あ？何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか？おお、おお、shit! They made it so that this is the... Wait, what? So dandelion wine, I guess we're just gonna put seed? I guess? Interesting!Interesting that they actually changed this because people are just too dumb. let's give, I guess. お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか。それすらも忘れちまった。Wait, we just made the wine right here. What? Okay, how? Okay. 懐かしい。モンド城の雰囲気。故郷に、はあ、帰りたい。自由の都へ。
What happened to his voice line? はあ、効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろったってそうはいかないからな。え、今度は何だ。いいから。いいから、目をつぶれって。波の音か。あ、リーユエコー。俺の目の前に波の音が、客引きの声が、リーユエコーの姿が浮かんでくる。上等だ、怪盗祭だ。上等が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか、リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエ、リーユエよ。オラペス。何がいいのかな。いやバケットイズリー。これはもういい、もう思い出させるな。俺の心はもう。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも紹介の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。はあ、気晴らしに奴らと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして。あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。いいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか。だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時高値で売るよう俺は指示された。ああ、そんな何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。Ah, we're talking about Yanfei. JK, I just love her now, sorry. 証拠、証拠、そうだな。決定的な証拠がなければ、奴は認めないだろう。Well, I was talking about like from the pot thing. Like the pot thing, you know, the quest that Yanfei was introduced. Yeah. そういえば、いつも俺が報告をした後、ヤツは毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。Fair enough. よし、じゃあ早く行こう。Somewhere near. Nope. Not even close. でさあ、俺、I wanna try and use the thing.やつだ、慶次郎だ。行くぞ。早めに店を閉めますか。
愛と自由のどちらを選ぶべきかしら。何してんだろうね。こんな場所に何をしに。何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。This place looks beautiful. What? これは帳簿？おいらはてっきり村でも埋めたのかと思ったぞ。がっかり。Okay, they improved Paimon's face. Okay. 見せてくれ。これは間違いない。これだ。取引の記録が一つ一つ綺麗に残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。Checkmate. 証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで先に帰るよ。No, no, no, you're coming with. No, you're coming with. え、一緒に行かないのか？会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。あ、いいさ。出るなってひねくれた性格だな。Right, fair enough. Tell the International Trade Association about what really happened. もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則、払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。なあ、誰だお前、商会の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。あの、しゃな、税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。チェックメイ。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違い、慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ただちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名望を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てだなんぞ脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。それだけで。あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それを見せました。いいだろう、お前の顔に免じてタダでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです、これ以上は。搾取されるのはもううんざりだ。
この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは、法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩を仇で返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。おお、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。コンテクストパイモン、コンテクスト。私の名刺をどうぞ。お、これはシャブ業のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくらシャブ業の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じて。おう、おう、いただきたく。お二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。おお、そのセンスは白鷺の姫君。陛下の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ、すべて忘れよう。勝家組長、しかし。行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。はあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいで、あなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い、場所を変えて話そう。 Alright, well, I mean, okay. 勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい。白鷺姫君と八代、これでいいよな。うん。いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴神島のシャブ業上里家に属している、白鷺の姫君の側近だ。綾香の兄？え？兄？弟？いやでも家族、え？家族や、家族やんね。なんだって？本当の身分をオイラたちに隠してたのか。 The fact that Beto's a friend, Beto's friends with someone from Kamisato is, oh my god, okay. そのシャブ業も三部業の一つなのか。ああ、シャブ業の上里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ上里家の御令嬢、上里綾香の世話を任せられている。ああ、なるほど。
シロサギの姫君。さっきの二人の反応からして、稲妻で結構な有名人みたいだな。もちろんさ、礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻の民に敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄神里綾人よりもな。OK。 お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。So as her attendant, where does Fixer of Reason Thing come from? Are we helping you or her? そこが重要な点だ。正直、君たちに隠し事はしたくない。花王役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。OK。すごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている、君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に、Yes, I'm also looking forward to Miss Kamisato being in my party. Please. I beg, Mihoyo. 君たちが噂通り、形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？ Well, it's similar to, I guess, towards Liyue, not really Mondstadt. We didn't really change anything in Mondstadt. I guess a bit with, Demo. It's different because he was controlled by the Abyss rather than in Liyue. Just Zongli just got tired of being an Arcan, I guess. さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り、勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれれば、メガリレーは断る。予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。僕の目的はただ一つ、ライデン諸君を会えることだけです。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、トーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。 But wait, I still can't go outside of Rito. あん、そうだ、この招待状を君に。鳴神島に来たら、ここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。 Okay. それじゃ、健闘を祈るよ。あった、じゃあまたね。え、トーマって実は結構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。お、どうした？です。Yep. あ、そうだった。おいら、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。まったく、どうりであんなにあっさりと言ったわけだ。 Is Paimon finally gonna give him a nickname? Let's see. 離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。 This is gonna be like a stealth quest mission again.
Right, a community house invitation letter. Try to leave Rito. I like the fact that the quest itself actually just tells us to try to leave Rito. God damn it, man. Fair enough, fair enough. Robert.